はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ココメキャンネルのショーが今日はブリックスについてお話しいたします。よろしくお願いします。あの、もうドア玉から掲載されているですね、画像。こちらの方が、新ブリックス紙幣ですね。100ブリックスです。これはね、ロシアの印刷所で印刷して、ロシアでデザインしたものなんですよ。あのー、 これが流通するんですけども、まあ、あの、半分以上はデジタルで行くっていう話なので、ま、この紙幣が手元に来るっていうのはなかなかないと思うんですよ。ただこれはね、難しいんですけれども、あの、ブリックスが、ま、もう成立してるんですよ。で、ブリックスは頭文字取ってるわけですよね。まあ、あの、各国のね、ブリックスの B はブラジルですよね。R はロシア。I はインド。 C はチャイナですね。で、最後の S がサウスアフリカということで、南アフリカを指してるわけですね。で、このブリックスが、ま、とりあえず世界でも注目を浴びていてですね、BRICS に参加したいと申し出ている国が次々と増えてるんですよ。サウジアラビアとかね、もう、あの、いろんな国が、エジプトもそうですけども、中東の国は結構多いですよ。あの、申し込み。 したいってね、で、まあ、ここでアメリカは、ちょっと困ってるんですよ。要するにドルの支配でずっと続いてきたじゃないですか、世界中をドルで埋め尽くしてきたんですよね。で、ドルが基軸通貨で、ドルを返さないと、品物も買えない、貿易もできない、一旦ドルに買えないといけないっていう世界システムをずっと作って維持してきたのに、そこに割って入ってきたのがブリックスなんですよ。 これ当然気に食わないですね。まあこれどうにかしたいと思ってるけれども、あまりにも参加国が多くてですね、手を挙げる国がね、もうね、どうにもできないんですよ。で、うーん、参ったなということで、まあブリックスと仲良くある程度やっていくしかないかなというのが今のアメリカのブリックスに対する見方になってまですね。で、まああの、単純な疑問ですけれども、一体ブリックス、例えばこの1 0 0ックス紙幣、 これ日本円にしたらいくらなんだっていう質問が出ると思うんですよ。これあの全く決まってないんですけれども、ちょっといろんなところの情報をあのー、まあ仕入れてですね、私は知ってるんですよ。で、それを今お話ししますね。で、アメリカはとりあえず気に食わないので、まあそのドルと交換しないよと。ドルとブリックスはもう、あの、交流しませんよ。 もう取引しないいですよっっててう,うに突っ跳ねてるんですよなんだけど、もうね、想定値っていうのが裏でついてるの。もういろんなあの銀行だとか、そういうところで、まあ大体、うん、まあ1 0 0クスこれぐらいのドルだなって、何ドルって、もう想定値っていうのが出てるんですよ、もう。で、そこから今の、まあ、円安で、まあ150円近いじゃないですか。それで計算すると、 だいたいね、この100ブリックス紙幣、今ですよ、今現在で500円。ちょうど500円ぐらい。なんだ安いなって感じしないですか ?100 ブリックス500円ですよ、まだ。これね、上がっていくんですよ。これね、おそらくは5000円ぐらいになるんでしょう。100ブリックス。だから、もしブリックスに交換できる何か手段があれば、あのー、ね、ロシア人の人と仲良く、その、まあなんか、 経済的に力のある人と仲良ければ、もうブリックスにどんどん取り替えて、この100ブリックス支援をいっぱい持ってると、将来、もしかしたらお金持ちになるかもしれないですよ。いや、もしかしたら紙くずになるかもしれない。ちょっとわかんないですよ、それは。どっちかわかんないけど、まあ、とりあえず上がっていったら、それはもうすごいなっていうことですよね。まだ安いので、だって100ブリックス500円だから、全然いいんじゃないですか。 で、ブリックスの中では、この100ブリックスっていうのはある程度位置づけとしては、まあ、ちょっと高めの設定なんですよ。だから、500円だとものすごい安いですよ。スタート時点でね。だから取り替えの方法があったら、まぁ、あ、すぐどんどん上がっちゃうんでしょうけどもね、人気が出てね。あの、もう100ブリックスが今500円っていう値がついているけれども、裏でね、裏社会の感じでね。で、1000円、2000円、3000円、どんどんすぐ上がっちゃうと思いますよ。 すぐ3000円ぐらいになっちゃうし、1 0ブリックスね。うん、まあまあ、あのー、1年もしたら5000円ぐらいになるんじゃないですかね。多分ね。まあわかんないですよ。紙くずになってゼロになるかもしれないから。<laughs> わかんないですよ、それ。もう個人のそれ判断ですけど、まあまず手に入れらんないしね、交流国交がないんでね。うん、無理だと思うんですよね。だから交換することがちょっとできないと思いますけど、交換できたらそれは手に入るんだったらいいなと思いますよ。あの、 まあ別に投資じゃなくてもね、なんか、これ欲しいじゃないですか。これ欲しい。私欲しい。これなんかこう、新しいピン札を手に入れて、なんかね、ちょっと額に入れて飾っときたい <laughs> 感じがするんですけど。だから5枚ぐらい、10枚でもいいし、5枚でもいいし、なんか欲しいなと思ってるんですけどね。まあ、どっかからかちょっと無理やり手に入れようかなと思ってます。あのー、まあ、ちょっとルートあるんだね、私の場合ね。 これは欲しいんですよ。まだ出回ってないですから、まだこれは見本の印刷なんですよ。これから出回るんですけども、まあ、どうにかして手に入れようかなと思ってるんですけどもね。で、まあ、b r i c がね、参、ま、加、あ、国多く手を挙げてね、私の国も入れてくださいっていう国がすごく多いんですよ。で、そういう国が、まあ今、あのサウジアラビアとかね、あのエジプトとか手を挙げてますけれども、で、まあ、加盟したとして、あの、石油のね、 原油生産国がすごく多いんですよ。で、本当に全部それが加盟すると、世界の80%以上の石油関連の生産国が加盟することになるんですよ。これはね、だからアメリカを除いた、ほぼ全ての石油生産国はブリックス側になってしまうかもしれない。ということですよね。だからアメリカとイギリスとオーストラリアとかそんなのしか残んないじゃないですかね。 あの、おそらく、あとほとんどブリックスについちゃうかもしれない。それぐらい勢いすごいんですよ。だから経済的には、規模的にはね、世界の経済規模の、まあ、今あの、まだ、そのブリックスっていうね、あの、この、まあ、最初の創立国だけだと40、40%ぐらいの経済的な力は。だけど、まあ、サウジアラビアとかいろいろ入ってくると、 おそらくは60%以上になるんじゃないかと言われてるんですね。時期にね、うん。だからもうすでにその欧米を超えちゃうわけですよ。すごいですよね。それってね。まあそこで日本ですよ。このブリックスに対してどういうふうに考えて接していくのか。 うん、まあ何にもないでしょうね。ばらまきメガネなんでね。ばらまくことしか <laughs> 考えてないから。ねどうするんだろうっていうことですよね。だからアメリカはね、ちょっと危機感はあるんですよ。どうするかなって考え込んじゃってますよね、今ね。うんあんまり相手がデカすぎるので、まあ一国だったりなんかしたらね、まあ、潰しにかかるんでしょうけれども、かなりの国が連合を組んでブリックスっていうことになっているので、 ちょっと潰しにかかれないんですよ。でかすぎちゃって、相手がね。うん、だからこれはいつもとはわけが違いますよね。いつもだったら大混乱を起こしてね、うやむやにしていく方向でね、潰しにかかるんですけど、まあ、それちょっとできないでしょ、今回はね。うん、だから、指加えて見てるしかないかもしれないんですよね、これはね。 とにかく、まあ、経済的な規模としては、どん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 、まあ、あの、大きくなって成長していくんではないかというふうにね、予測は出てますね。うん、まあ、だから、なんでしょうね。もう時代が変わっていくのかもしれないですね。あの、欧米主導の時代からね。だって今、本当にあの、欧米の、ね、ヨーロッパの、まあ、経済的なひどさ、ひどいですよ。<laughs> まあ、イギリスにいたからあれだけど、イギリス、 いや、ひどいですよ。イギリス。もう、ほんとひどい。ね、この間もね、あの、破綻した都市出ましたけども、だけど、次々出るでしょ、このまんま。ヨーロッパ全体ね。もう危ないね。うん、だからもうこれはね、ちょっと危機的な状況にあるというふうに考えないといけないと思うんですよ。で、これは、あの、やっぱり外国の方をいっぱい入れてきたっていうのも、あの、その、 ねえ、ちょっとガタガタってきてる要因の一つにはあると思うんですよ。あんまり入れすぎちゃったんですよね。受け入れしすぎ。で、国がちょっとえっていうことになっているんですよね。日本はこれからそれしようとしてるわけじゃないですか。ねあのー、どんどん来てくださいっていうふうにね、ばらまきメガネが言ってるじゃないですか。かどんどん来たらどうなるのかっていうことになるんですよ。あの、日本ってどういうわけか外国から日本に来る人に異常に親切で、 なんかお客さん扱いなんですよね。本当は間違ってるんですけど、だって日本で住んで働くんだったら、あの、本当、あの、汗水垂らして働いていただきたいんですけど、そういう人もいますよ、頑張ってる人も。あの、ただ、結構多いのが、日本に来れば楽で、楽で、あの、楽して暮らせるんじゃないかっていうね、そういう意識で来る人結構多いんですよ。だからそれを、どういうふうに捉えてるかですよね。 だから、国民健康保険とかそういう人にも与えるわけですよね。で、何か補助的なものを勉強したいって言ったら、その学費だったり、その勉強している授業料っていうのを免除したり、まあ、国が肩代わりするわけですよ。で、あとは、その勉強してる間に、その十何万とかいう給料を出すわけですよね。まあ,あの、一応、勉強しているっていうのは、日本の国のために働こうとして勉強してるんだから、 一年間勉強するんだったら、その中の毎月の生活費をまあ出しますよっていうことなんですね。そこまでやるかと思うぐらい親切ですよ。で、それって税金なので、まあ一般の市民の税金でそれが賄われていくわけですね。そうするとどう考えたって足りなくなりますよね。うん、だからそこで消費税15%に上げる。または、 ま、税金、何らかの手で、あのー、増やしていく。国がね、まあ、消費税以外にもね、まあ、当然消費税上がると思うんですけど、それ以外に、まあ、いろんな税金を取っていく、まあ、高くしていくとかね。まあ、そうやって税収を、まあ、増加させていくってことでしょうね。これは、一般の元からいる日本人の人にとっては非常にきついですよね。うん、だから人手不足と言っても、 あの、今、一番いいのバスでも今、運転手なんかいらないんですよね。あの、AI のロボットで、あの、今本当にあの、ちゃんと運転できるロボットってもういるんですよ。でもそれに力を注いでね、そっちにお金をかけた方が、多分いいと思うんですよね。だって運転手ゼロ人でいいんですから、そういうバスを作っちゃって、自動運転にすればいいんですよね。あの、鉄道もね、人が足りないんだったらで。そっちの方がよっぽど多分いいんじゃないかと思うんですよ。あの、人に給料を払ってね。 生活の面倒を見て、だって怪我とか病気したら、その面倒も見ていくんですよ。支援してね、お金払って、入院費とかね。だからそれ考えたら、とてつもない膨大なお金がかかるんですよ。まあお金じゃないんですけど、あの、その関連するお金がかかりすぎるので、それだったらやっぱり国民の、まあなんていうんですかね、あの、元からいる日本人の人の意識が、 いや、ちょっと待って、俺たちになんか手厚くなくて、なんでそんな外国から来た人ばっかり手厚いんだっていうね。ちょっとなんかこう、不満が募っちゃうじゃないですか。でも AI ロボットだったら不満多分募んないと思うんですよ。あの、ロボット相手に不満言ってもしょうがないので <laughs>。ねだから、あの、そっちにお金を最初は、あの、お金かかるけれども、開発して安定して供給できるようになって、大量生産ができるようになったら、もうお金そんなにかかんないんですよ。だからそれで、 やっぱりバスとか、あの本数いくら増やしたって平気じゃないですか。ロボットが運転するんだから。あの疲れないし。だから夜中も走らせられますよね。ロボットだから。あの夜眠いってこともないので。ま夜間残業とかみんなロボットにさせりゃいいんですよね。どんどん。そうすればあの国が遵守しなきゃいけないっていう労働時間。人間は遵守できると思うんですよ。だから労働時間外を全部ロボットにすれば、まあ、うまく回っていくし、 あの基本的にそういう社会を構築しちゃえば、世界からあのお手本になるじゃないですか。あ、なるほど、そういうふうに、そうかそうか、夜人間が寝ているときに全部ロボットで回すタクシーもね、全部ロボットにしちゃえばいいわけだから、そしたら、それで日本って大成功して、経済をまた成長させたんだ、すごいねって言って、で、そのパックにして、それをそっくり、ある国にね、まあ、 あの、お金を取って提供するっていうのを、まあ、売ればいいんですよ。だから武器なんか作って売ってないで、そういうものを提供して、あの、産業として活性化してね、で、利益を得るっていうふうにすれば、相当利益は出るはずなんですよね。だからそれをやっていく方が、日本国民の反感も買わないし、まあ、穏便に行きますよね。ロボット相手にね、来るってのを怒る人あんまりいないですよね。 だから日本人はあの販売機とか叩かないじゃないですか。まあアメリカ人だったらロボット相手にも怒りますけど、ガッチャイムとか言ってね。だって販売機すんごい叩きますからね。見たことありますよ、何回も。なんか、引っかかって商品が出てこなかったり、あとは自分がなんか入れ間違えて足りないのに叩いてる人とか、散々見ましたよ。まあ、とにかく叩きまくりますよね。機械が壊れるほど、蹴ったり叩いたり。 実際の壊しちゃう人もいますけど。いや、に。ダメですよね。そんなに叩いたら。いやー、いろんな人いますよ。アメリカではいるね。叩くっていうのはね。すぐ叩くんだよね。だから、あんまり良くないですよね。そういうのはね。だから AI ロボットがバスの運転手でもなんかあったら多分叩くと思うんですよ。アメリカだと。AI ロボットは壊れちゃうかもしれないから危ないじゃないですか。でも日本で叩く、そのロボット叩くとかいうのないと思いますよ。だって日本で、 見ててすぐ販売機をどんどんどんって叩く人、あんまりいない見たことないですよ。めったにいないですよね。たまに、ちょっと、あ、なんだ、日本人でも叩くのか、ぐらいを1年に1回ぐらい見るか見ないかですよ。でもそれほど少ないですよ。アメリカ行ったら1週間に1回ぐらい見ますよ、叩いてる人。それほど多いですよ、本当に。 あの車がちょっと飛び出してくれば、車のボンネットとか蹴ったり叩いたりしてますよ、みんな。だから、それぐらい過激、過激っていうか当たり前なのかな、それがね、習慣になってしまってるんだと思うんですけど、だからそういうのがあるので、やっぱりね、日本はそのロボットがそういう仕事を担っても、まあ平和に穏便にやっていけるんじゃないかと思いますよ。そのほうが、まあ、いいですよね、むしろね。だって永久にやってくれるんだから、それで。ね。 あの、人みたいに何かご飯食べなきゃいけないとかね、休憩が必要だとか、眠いから運転が危ないとか一切ないじゃないですか。あ多分人間より危なくないと思いますよ。ちゃんと実験繰り返して、今、もうすでに実験繰り返して実用段階に入ってるんですよ。だからそれを大量生産して、まあ、もうちょっとね、あの、改善するところはあると思うんですけど、まあ、でも大量生産して、で、それでバスとか、ね、あの、交通網、電車とか、まあ、鉄道全般ですよね。 で、あとは、まあ、タクシーとか、全部、AI ロボットに変えればいいんですよね。うん、そしたら、ね、まあ、最初、驚きますけどね、タクシーって言って手を挙げて止まったら、ご用ですかとか言いながらね、あの、ロボットが、え、ロボットなんだと、最初はちょっと新鮮な感じ、驚きと嬉しさが、ちょっと入り混じるような感じでしょね、お客様、行き先はとかなんか言いながらね <laughs>、で、ああ、そうした、えっ、ー、と、渋谷の駅の方までお願いします。 わかりまちったとか言って、ガッチャンとか言ってね、あの、そっからスタートするわけですね。で、あの、混んでるとこがあれば、混んでいるので空いている道迂回しますとか言いながらね、おおロボットだからそういうのもなんかすぐできるんだなぁなんて思いながらね。で、ついて料金払ってということで、まあ、楽しいんじゃないですか、すごいね。まあ、あと日常的な会話は、タクシーの運転手とする会話、 多分それはないと思いますけど <laughs>。まあでもそれはしょうがないですよね。まあ音楽かなんか代わりに流れるかもしれないですけど。まあだけどまあまあいいんじゃないですかね。だって雰囲気があの悪いとかいいとかもないもんね。ロボットだったらね。あのそのプラスマイナスないんだからあんまり。ロボットだから機械だからね。それはそれでなんか運転手さんの態度が悪いとかね。あの親切な運転手さんであ良かったなっていうのもまあないんでしょうけれども。まあ、プラスマイナスないわけですよ。 まあでもそれはトラブルも起きないし、まああんまりね、あのー、余計なものもないので、まあそれはそれで慣れてくれば、ね、とても使いやすくていいんじゃないかと思いますよ。だからそっちの方向で進めた方が多分将来的にはね、あのいいと思いますね。うん、でもそれをやらないで、とにかくもう外国の方誰でもいいから来てくださいって。なんかね、 怖いですね、それは。<laughs> って怖いじゃないですか。だって日本語全然できなくてもいいって言ってるんですよ。来ても。日本語は、要するに日本に来て働いてるうちに覚えるだろうぐらいの考えなんですね。そんなこと大丈夫だって日本語って世界で一番難しいって言われてるのに、そんな簡単に話せるわけないじゃないですかね。いやー、結構厳しいですよね。だからね。なかなかね。でもそれをもうやるんですよ。決定したの。 うんだから、どんな田舎の方に行っても、バスの運転手さんとか、これからね、タクシーに乗っても、あの、全然知らない雰囲気の外国の方が運転してるっていう機会が、あの、それを、まあ、体験する機会が多くなると思いますよ。ちょっと驚きますよね。えー、ってなりますよね。<laughs> どうしようどうしようってね。うん、だからね、難しいね。だけどそれもね、まあ、人が足りないとこんなことになってしまうんですね。だけど、 品物が届かないと困るんでね、トラックの運転手さんもいないと困るじゃないですか。でもトラックもだから AI 化をどんどん進めればいいんですよね、外国の方とかね。でもこれってね、結局あの、特にヨーロッパがね、あの、まあ、外国から人を受け入れているんですよ、たくさん。イギリスもそうじゃないですか。だってイギリスって最初はね、あの、白人の人しかいなかったんだけど、だんだん、 その、まあ、インドの方が入ってきたりとか、ね、そういう方がいっぱい、あの、住むようになって、で、ちゃんとした、まあ、権利を持って、ね、自分はもうイギリス人だということで暮らしてるじゃないですか。だから首相もそうですよね。だから、あの、そこで生まれたんだけれども、まあ、でも歴史的に見たらそんなに、ね、あの、元からのイギリス人ではないわけですよね。でもそういうふうに変わってきたわけですよ。 そうすると、まあ、いろんなことが変化していくんですね、急速にねで。それに日本人が耐えられるかどうかっていう話なんですよ。難しくないですか、なかなかね。で、もう今ではね、あの埼玉県の一部の町っていうんですか、あの、ね、その地域が、ほぼ外国人です <laughs> っていうところがあるっていう <laughs>、そういう話を聞きましたけど、 いや、それって、ここ、え、ここって日本なのどこなのっていうところがあるじゃないですか、今。あの、埼玉だけじゃなくてもね、大阪の方でもね、いろんな国の人がいてね、そこの街行ったら中国の人だけだとかね、タイの人だけだとか、フィリピンの人だけだとか、あと多国籍軍でいっぱいいろんな外国人だらけだとかね、まあ、そんなのもあっちこっちに今あるじゃないですか。だから、それがどんどんいろんな地方に拡大していって、 と、外国の方が入ってくるんですよ。で、それで、今までいた日本人が、耐えきれるかどうかって話ですよね。本当に。で、税金で賄っていくわけですよ。いざとなったら困ったことがあったらね。それでやっていけるかどうかっていうと、これ非常にね、難しいと思いますよ。あの、 ヨーロッパの多くの国がそれで頭を痛めて崩れていってるんですけど、だから多分崩れる方向に行くんじゃないかと思いますけど、これは難しいですよ。本当にね。始まる前からそんなね、悲観的なことを言ってはいけないんですけど、私の経験上ですよ。あ危ないね。日本は。だって日本って単一民族でずっと海に囲まれて、ずっと来てたんでね。そういう、なんだろう。 あの、免疫が沖縄以外はないじゃないですか。沖縄はあるんですよね。あの、アメリカの方がいっぱいいるんでね。だから沖縄って結構あの免疫あるんですよ。だから黒人の子供がいたりなんかしても、あんまり全然違和感ないですもんね、全然ね。だけど、これはやっぱりね、あの、そうじゃないところにいきなりそういうね、あの、人たちがいっぱいあっちこっちからラテンの人が入ってきたりね、いろんな人が入ってきたらやっぱ面食らうんですよ。 これはね、田舎に行けば行くほど閉鎖的なんでね、日本はね、問題起きるでしょう、これは。うん、あの保守的で閉鎖的なところは強くありますからね、今でもね。うん、かなかなかね、難しい問題が勃発するということですよ。かなり揉めますよ。かなり問題起きる。間違いなくね。うん、まあ、あの、親切なとこもありますよ、もちろんね。もちろんある。あの、いい人がいる、ね、あの受け入れましょうよって言ってくれる人が多い、そういうあの村もあります。 でもそうじゃないところもいっぱいあるんでね。なかなかね、その調整バランスが難しいと思いますね。まあこれからそれがもうすでにもうね、すぐ始まっちゃうの。もうなんだかんだ言っても、だからこんな話してもね、無駄なんだよね。い <laughs> やだって今までの時間何だったんだ。いや、本当に。だって始まっちゃもう決定なんだもん。受け入れるしかないの。無理やり。もうね、あの反対してる余裕とかないの。もう決定で始まってすぐ来るの。どんどん外国から。だから仲良くするしかないんですよ。 頑張りましょうね、皆さんね。ねまあでもまあまあ、あの、いい人もいっぱいいるんでね、外国から入ってきた人が全部おかしいってことはないですから大丈夫ですよ。あの、いい人もいっぱいいるしね、あの、優しい人もいっぱいいます。おかしな人もいっぱいいますけどね、あ <laughs>、それが問題だよね。そこが問題なんですよね。まあ、でも頑張っていきましょう。ね。力を合わせて頑張っていい方向にということですね。まあ、とりあえずそういう方向でね、どんどん入ってきますんで、 なんとか頑張っていきましょう。ね。応援してますんで頑張りましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。